ナミチ中入ったら本間さんいるから鍵とかこんにちは。こんにちは。まだ全員集まっているわけではないんですけど、こうやってまた日本大学の活動をみんなと再開できるように嬉しく思いますし、ちょっと喜びにも感じてます。今日できることをしっかりとやっていきましょう。じゃあ行きましょう。やっと、いや今回久々の活動じゃないですか、はい、そのに対しての思いっていうかちょっといやずっともう代表戦やりたいってずっと思ってたし、まあすごく恋しかったですね。サッカーも自体ができない時ももちろんありましたけど、まあ、なんとかこうやってヨーロッパでサッカーができるようになって、それでもやっぱ9月なんかは他の国の代表の選手が代表に行ってるのを見てすごい羨ましいなと思いましたし、こうやってできるようになったっていうのは一つ第一歩かなと思いますけど、まあ監督も言ってましたけど国際大会に日本代表がスポーツで活動するのがこのサッカーの日本代表初めてなんで、まあ僕らが日本 の、 そのスポーツ界を引っ張るという意味でも次の来年のオリンピックに向けてのスポーツイベントを徐々に拡大していくという意味でもこの一歩はすごい大事になってくると思うので、もちろん結果も大事ですけどピッチ内外でやるべきことをしっかりやって、まあそういう意味でも日本のスポーツをリードしていかなきゃいけないなと思っています。この期間中ではそのまあ、キャプテンとしてどんな感じで引っ張っていきたいなっていう感じですか。まあ、いつも通りですね。でもそんな大きなことを変えれるほどの時間もないですし、とにかく約1年ぶりの活動なんで、まあ、いろんなものをすり合わせ直すっていうのが一番のキーになると思いますけど、まあ、その中でも新しい選手だったり、いろんな風が入ってきてるんで、その風をいい方向に導けるようにしたいなと思いますし、まあ、何よりも自分がパフォーマンスで示すのが一番だと思うので、そういう意味では対戦相手も非常にいいチームだと思うので楽しみです。おいです。今ちょっといいですか。いいですよ。久しぶりの久しぶりの代表活動ですけど、いやだいぶ久しぶりですね。いやでも嬉しいですね、やっぱりね、こうやってまたみんなで集まれるのは。なかった期間ってどんな代表のことを思うときってありました？いや、まあ、もどかしさやっぱりありましたよね。すでにその、まあ、予選も、ね、こうキャンセルになっちゃったし、こうみんなもなかなかチームとしても集まれないし、チームとしてやれることが、ね、こうなかなかないんで、まあ、個人でみんなそれぞれ頑張るしかないなっていうのはありましたけど、その
そのもどかしさみたいなやっぱりずっとありましたね。なんか日本人の今回楽しみってことで、こうどうやってチームを引っ張っていこうとか、なんか足作るじゃん。まあもう若い選手が引っ張ってくれると思うんで、そうだから逆についてきたい。めちゃくちゃ作るな。おじさんついてきます、若い選手に。またなんか今回からこうやってちょっと近づいて撮っていこうと思って、はいはい、ね、うん、全然全然なんか普通にやるのがいいんじゃないですか。ため子的な感じの方がいいんじゃないですか。ダメなのそれ、ちょっと距離感多いかな、距離感ちょっとずつね。えいや話聞くんだったらため子の方がいいよ、インタビューインタビューでなんないと、インタビューっぽくない方がね、うん、ああまあそうだね、ため子でため子ですいません。最近どう？最近元気にしてます。むずいこれ。それで敬語で答えてもね。あ、そっか。じゃあもう一回。俺初めましてなんですけど。そうですね。こっちあ、上田さんもちょっと僕慣れてからで。こっちの方が。ありがとうございます。ナオキ。ナオキ。どうです。最近どう？元気っす。敬語じゃダメだっつって。絶対敬語なる。久々の代表活動だけど。いや、ものすごい楽しみ。敬語じゃないと無理ですよ。そうっすね。はい、でもいい選手いるよ。去年やったっすやったプレーオフ2で。次はね、同じ方向でひねった後回そう。同じ方向でひねった後回そう。右足を反対側へ。オッケー、じゃあ足回転。3回終わったら足回転。足上げて前に。上半身ひねる。壁はいらない。ナイス。
あれぐらいあれぐらい、はい、全部同じになっちゃう。どうやったっけ。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、送ってってくれるんですか。歩いてね。え？歩いて送ってくれ、一緒に。行きます。こういうことかもやんの。縦の距離でなんかある。何の写真？あ、どうしよう。なんか終わり終わり。ました。いや。5人いたらちょっとね。5人いるとなんか。金融みたい。やだよ。そんな売れたくないわ。うん、そんなです。何これ、なんもないのせい。これなんもない。なんもない。これは。こんぐらい行きましょうか、こんぐらい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。SNS 預けてください。お疲れでした。お疲れでした。どうですか、久々のみんなの練習。いや、やっぱ楽しいですね、みんなと。なんか刺激を受けます、すごく楽しいです。クラッシュやる。反省してる。いきます。はい、いきます。了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。J リーグの出場の前のやつ、こういう感じですよね。今ね。あ、そうそうそう。そうそうそう。あれ結構 V に並んでるやつがかっこいい。かっこいいかっこいい。普通に並んでるよ、意外にかっこいい。みんな考えてる。確かに。お疲れでした。あ、出た出た。噛んじゃった。噛んだ。お疲れでした。出た。敬語。お疲れです。お疲れです。お疲れです。どう？そのぐらいの方がいい。どうした今日は。いや、いい練習でしたね。練習。もう久々にみんな集まって。さん紹介していい、みんないいテンションでいい雰囲気でやりたいと思います。こっちを